化け物の正体を化け物の正体天才と言われる人たちの正体を何年前だっけ一緒にやったの、23、24ぐらいなのでもう19年ぐらいですかね。そうだっけ、はい、9年ぐらい経ちます。そうだね、はい、早いね。大竹さんいくつになったの。僕32です。じゃあの時そっか、そうだね、23、24ぐらいですかね。そうだね、ちょうどコンサート、お芝居のギリシャ悲劇で蜷川幸雄さんの演出で、はい、エレクトラ偉い、ちゃんと説明して偉いですよ偉いですね一緒にして、はい、で稽古中なのにちょうど代々木かなんかのコンサートとか、はい、ツアーも一緒にやってたんだよね、うん、すごい大変。もうでも、もう一緒にこう共演させてもらった時に思ったのはやっぱりすごいっていうのがある素ですよ。あの嘘じゃなくて、うん、やっぱりすごいっていうかこの人本当にすごいなっていうのを思いながらやっぱり共演させてもらいましたけどね。なんかもう女優をやるために生まれてきたんだろうなっていう感じがするんだけど、ご本人は女優ってことあまり考えてないっていう感じですか、うん、そうですね、あんまり考えてないし、なんかねもう舞台とかご一緒させてもらった時も、もう兄弟の役だったんで、兄弟の役なんですけど、うん、大竹さんがもう殺すっていう、こう人、うん、あの人の女の人たちがたくさんこう周りで見ている中、うん、僕とかこう大竹さんとかがいるみたいなんで、うん、周りがこう支えてきたりとかする人が動くみたいな舞台で、うん、もう大竹さんが全部舞台を動かしてるんですよ、うん、そんなで僕聞いたんですよその時。何を私にあれ考えて立ち位置取ってんですかって聞いたんですよ、うん、だから何もって言ったんですよノリノリっつったんですよ覚えてますか。ひどいね私ね。後輩の頑張って役者やりますみたいな男の子に向かってなんかあるのかなと思ってこっちは探してるわけじゃないですか大竹さんすごい目で稽古見てたもんね大竹さんの、うん、舞台僕そんな やらないのでやったことなかったし、そのまあ映像ばかりメインでやってるので、うん、その舞台やるっていうので、しかも大竹さんだと、うんうん、しかも蜷川さんだし、うんうん、23、24ぐらい若いし、うん、やってみようみたいな感じ。これはもうちょっとまあ大竹さんだしやらせてもらおうかなって勉強しようみたいなんでギリシャ悲劇だしよしこれはギリシャ悲劇俺ギリシャ悲劇かとか思いながら現場を見に来てやったわけですよね。でもうちょっとドキドキしながら質問したと。そうそう、どんなことを考えてフォーメーションを取ってんのかと思って、うん、舞台見てて稽古見てたら初日からはもう自分でこう動かして、うん、周りにこう位置をこう取りながら、うん、周りが大竹さんをこう見てもう周りが一生懸命合わせてるみたいな感じはついていくのが精一杯みたいな周りがね。あそれをもう好き勝手にこう小さな声で喋ったり大きな声で喋ったり感情を乗せたりしながらもう自由にやってるのを見て、やっぱこのセリフでここにいたいとかこのセリフで大事なセリフではここにいたいとかいろいろ若いうちなんか考えるじゃないですか。ものすごい考えるし、それをこうあこういう風にやってんのかなとか大竹さんの思考というかを知りたいと思うんですね。すごいなって思う人に出会った時に何を考えて何が見えてるのかってこっちは探すわけじゃないですか。そしたらノリだった。ノリひどいそれ何も考えてない、私何も考えてない、期待しないでみたいなことを言われて、ひどいね本当に。でもそうずっと今もそうかもしれない。でもそうなんですよね実際、僕らは知ってるんですよ。そうでしょう。だから天才は意外と何も考えてない何も考えてなくてそのあ今日乗れたかもみたいな。そうですね、あ今日も乗ろうみたいな、あ今日も乗っちゃって楽しかったみたいなひどい